岩滝口駅は、京都府宮津市鈴にある、ウィラートレインズ宮津線の駅である。駅番号は、T16。宮豊線の愛称区間に含まれている。愛称駅名は、阿蘇の入り駅。駅は、宮津市内にあるが、鉄道駅のなかった旧岩滝町の玄関駅である。ため、岩滝町への入り口という意味で、岩滝口駅と、名称がついている。普通列車の未停車。 1996年3月16日のダイヤ改正までは、急行、団子1号2号5号8号9号の停車駅だった。国鉄 JR 時代は、駅前のタバコ屋県宿屋である、旅館江戸屋のタバコ売り場で切符を販売していた。また、第2日曜日には、吉夫人会による、ふレあイホットサロンを当駅車内にて開催している。ホームにしまいずる方から見て線路は西に伸び、 北側に一面一線のプラットフォームがある、地上駅。分岐器や絶対信号機がないため、停留所に分類される。国鉄での開業当初は、駅員配置駅であったが無人化され、行き違い施設も設けられていたが撤去された。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。駅前は、住宅街である。単階バスの宮津駅、稲方面への路線が運行している。 2006年に、単海バスの当駅乗り入れにより、鉄道との接続を改善した。かつての岩田菊池駅前は、筒に名称変更。ありがとうございます。